1520年頃のラフが、ラフ・オルナリーナ。ローマ、バルベリーニグ国立古典絵画館所蔵。ラベラータあるいは、ベールを被る婦人の肖像は、世紀ルネサンスのイタリアの巨匠、ラファエロ・サンツィオが1516年頃に制作した絵画である、ユサイ。ラファエロの最も美しい女性像とされ、ラファエロの愛人で、 システィーナの聖母など重要な作品のモデルになったホルナリーナことマルゲリータルーティを描いたと考えられている。ジョルジョ・バザーリがラファエロの作品として言及しているにもかかわらず、17世紀以降はラファエロへの帰属が疑問視された。1839年に本作品を再びラファエロに返したのはドイツの画家、キュレーターのヨハンダーフィト・パサバンである。現在はフィレンツェ、 ピッティ宮殿のパラティーノ美術館に所蔵されている。ラファエロは黒い髪と瞳の女性を4分の3、正面の角度から描いている。胸像で表現された若い女性は、豪華な衣服を着て、上半身を覆うことができるベールを身につけている。女性は、右肩と腕をベールで隠し、手だけを出して胸に当てているが、左手は完全な形で描かれていない。 髪を飾る真珠や首のネックレス、金の刺繍が施された衣服は女性の社会的地位の高さを示している。またウェールは子供のいる既婚女性であることを示している。胸元のフリルシャツは繊細で、左肩の膨らんだ袖は深い折り目を幾重にも作り、優れた品質のシルクの光沢のある反射を生み出している。ラファエロはここでは線の明快さよりも、 光と色彩の関係を追求しているが、それは特に左肩の膨らんだ袖で見事な成果となって現れている。純粋な肖像画というよりは、ある程度まで理想化された女性像であり、ある説によると本作品は聖人を描いたもので、おそらくアレクサンドリアの聖カタリナの終作ではないかとしている。ポーズはレオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザを用いている。画家は、 キャリアの早い段階から、ダヴィンチの肖像画のポーズを繰り返し用いているが、本作品では、マッタレーナ・ドーニの肖像や、ラグ・ラービダ、ラムータといった、過去の肖像画にはない変化が見られる。ラファエロは、像の幅を広げることで、十分にくつろいだ姿で空間に配置している。それによって、モナリザの三角形の構図を凌駕するに至っている。パサバンは、システィーナの聖母や、 サンタマリアデッタパーチ協会壁画の、プルギアの巫女といった海外に見られる、女性像の顔の類似性に注目して、ラファエロの作品とみなした。またモデルの女性については、ラフが、ラフ・ホルナリーナと比較して、同じ女性を描いていると推測した。美術史家ジョバンニモレディ、カワル・カゼル、エンリコリドルフィラもまた同じ見解であった。ホルナリーナは、 低い身分ではあったが美しい女性で、ラファエロは彼女への愛のために、ビッピエーナ数奇教の名マリアビッピエーナとの婚約を取り消したと言われている。もちろん反対意見もあり、例えばオーベル・フーバーは二人は別人で、ラベラータのモデルが既婚女性として表現されていることから、ローマの一命の貴婦人ではないかと主張している。いずれにせよ、ホルナリーナは、 ラファエロの多くの作品において、女性像のモデルとなったが、1514年頃、境に現れなくなり、その数年後に謎めいたラフォルナリーナとして登場する。両作品は、顔の特徴だけでなく、ポーズや構想などに明らかな類似性がある。注目されるのは、ラベラータとラフォルナリーナが、同じデザインの真珠のアクセサリーを、同じ場所に身につけていることである。 真珠はラテン語でマルガリータであり、ラファエロは真珠を描くことで、ラ・ベラータのモデルがマルゲリータ・ルーティであることを暗示していると考えられる。別の研究では二つの女性像を同じ縮尺で重ね合わせると、顔と胸の比率が全く同じになるという、左肩から腕にかけての描写。作品はジョルジョ・バザーリーの画家、彫刻家、建築家列伝によると、 フィレンツェの商人、マッテオ・ボッティケにあり、続いて1584年に、ラファエロ・ボルギーニが、絵画と彫刻の休息で、1591年に、フランチェスコ・ボッキが、フィレンツェ忍びで、本作品を、ボッティケで見たと証言している。しかし、ボッティケが、ローマで描かれた、この絵画を所有した経緯については、よくわかっていない。クレモナ出身のボッティケは15世紀末に、 フィレンツェに移住し、1527年に市民権を得た。ボッティケは芸術家たちと信仰を結び、バザーリはボッティケの一人、シモーネ・ボッティを美術愛好家の資質を備えた人物として称賛している。この人物は1545年から1547年にかけてパオロ・ジョービオ司教の主席書記官としてローマに滞在したことが知られており、この間に、 ローマで本作品を購入したのではないかと推測されている。1619年、ボッティ家の最後の相続人であるマッテオ・ボッティは、年金の支払いと借金返済と引き換えに、すべての資産を、大公孤児も2世に譲渡した。こうして、メディチ家のコレクションに入った絵画は1622年の財産目録に記録されたが、貴族については、 ウルビーノのラファエロが描いたと言われているという、回帰的な記述となっている。しかもこれ以降は、ラファエロの名前も見出されなくなる。しかし海外に対する敬意は失われることはなく、展示場所は変わっても、ピッティ宮殿の外に移動することはなかった。ピエトロ・レオポルドの時代には、ユピテルの間で、小イスの聖母や、ガラス窓の聖母、トンマーズをインギーラーミの肖像。 ピエーナ数奇教の肖像と共に展示された。その後、配置替えの際に誤って、ユストゥスシュステルマンスに帰属されたため、ナポレオンのイタリア侵攻の際に見逃され、イタリアに残されることとなった。ありがとうございます。